イアンガルルガは何かを威嚇してる。あのね、イアンガルルガが一番イビル城が乱入しやすいらしい。ドン、何も起こんない。お、また威嚇してる。ワンチャンあるか。せーの、ぶっ壊しちゃうかもしれないね。おはようございます、お願いします。上に行く。はい、相手だから防犯いつも。はい、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西街道連のゆとりです。本日は初来店でございます、埼玉県上尾市にございます。こちらリッチランド上尾店さんにて、俺ちオレうちとは、俺流のうちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。ということで早速回していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。モンスターハンターワールドアイスボーン、人生で1回だけ打ったことある。でもかなり前打ったの。早速打っていくか。抽選人数が、呼ばれてた番号が655番まで呼ばれてた。で492番で入場したんだけど、実際300も行ってなかったと思う、俺の番号自体は。こんなの絶対無理じゃんと思いながら並んでたんだけど、でもよくよく見てみると、やっぱこの長年の経験でわかるんだけど、俺の前にとても400人近くいるとは思えなかったんよ。でそんな中、このラス1のアイスボーンにしたと。でアイスボーン全然打ってないんだけど、数々の店内状況をして分かってることがあって、アイスボーンの上は出る、おそらく安定して出る。アイスボーンの前代表、まあ、過去に何度か見たことあるんだけど、しっかり出てるもんな。俺モンハンワールド自体はやってたんよ、パチスロじゃなくてゲームで。ただアイスボーンは PS4 で買ったのにやってない。でなんなら俺結構最近パソコンの方でワールドとアイスボーン買ったわ。その買った理由が、スチームでゲームとかちょっと買っちゃおうかなって思った時があって、スチームを見たらモンハンワールドとモンハンアイスボーンがセールやってたんよ。すごい安くなってんなら、もういっそのことパソコンでもやりたいし買っちゃおうと思って買ったんよ。ちょっくらモンハン始めちゃうかって思ってたら、ものの数日後にさらに安くセールされて、アホくさと思ってやってない。まあいずれやろうとは思ってる。クエスト、ようやく本日初ですね。525ゲーム。勝てるのかなこの台な。あ、アイルビンゴでしたね。よかったよかった。こっちの方が期待できる。子役が揃えばパネル解放で、ビンゴしたらボーナスと。おいえ、さあ早速テンパイ1/7 速攻で仕留めたわ。これね、ダブルラインとかで揃ったらもちろんボーナストックだったから、こんなに早々とテンパイするんだったらね、1/3ってやって5とか仕留めたかったけど、まあいいか。とにかくボーナス確定、14,000円投資で。このボーナス確定画面も設定差があるらしいわ、奇数設定差で。まずこのボーナス待機中は子役で仲間の参戦抽選を行っているところだったんだけどね、今のところ最悪の展開か。おい、これで開かない以上、そして仲間参戦、いいね。ゲッカ雷鳴を打ってた人ならっていうか、まあもうみんな打ってるか、アイスボーン。もう導入されてだいぶ経つもんな、この騎士も。はい、お、いきなり青7スタート。あら、昇格したわ。え、青7、ジンオーガからの昇格ってすごいんじゃないの。ジンオーガアシュ勝つと 50% で大連続で、 25% でハギ取り G、 朝一で勝負決まるわ。行きましょう。いいねいいね、一旦4人にしよう仲間を。救難進行 OK、 これで仲間来るでしょう。はい、奇数設定したの人やん。ハンマーいないんだ。俺がハンマー使いだから、ハンマーがいた方が結構感情移入できるんだけどね。これはいいんじゃない。月下の頃からだけど、ユウの必殺技は強いからな。まだ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 、いやこれすごいぞ。あ、まだ行く、さらにレア役、これはもらっただろう。追加、
っていうかなんか連続してるからものすごいかなと思ったら、よくよく見ると色が上がってってるからまだそんなだわ。黄色どうだ、いいね、緑、赤まで行ってみろ、すごい素晴らしい、一撃で仕留めかれないだろう。え、すごい、どうだ、あ、いい、一気に逃げつけたね。さらに眠らせてきたか、ここで樽爆弾でしょう。オッケー、睡眠爆破はモンハンの基本だからな。でも体験がいるならちゃんとタメさんで起爆してほしかったわ。あと16ゲームでこれを削り切れば大チャンス。ベルだけ聞こう、もう。オッケー、しかも今のセリフそうだよね、これはもらったわ。最低でも3ゲームは立て直さないはず、月下の時はそうだった。この次で確定しますよ。オッケー、8ゲーム残し、うわ、え、これってもう確定かな、報酬。え、 25% なんだけど、これ 75% でめちゃめちゃいい報酬だったんよ。マジこんな頑張ったのに、マジでただの剥ぎ取りチャンスか。いや、まあどう見てもそうだよね、やば、 25% 最悪だこれ、やば、うわ、なんだなんだなんだよもうなんだよ、最初から言ってくれればいいのに、危うくもうちょっと文句言っちゃうとこだったわ。いや、よかったよかった、大連続終了ね、これがまあ一番振り分けが高かったから 50%。 いや、よかったよかった、そうだよな、そんな都合の悪いことが起こってたまるかって話なんだから。お、ボーナス確定画面は毎回見ていきますよ。グースした、あんまり当てにならないっぽいな。 U が出たらこう設定したで、あと3人いたら設定4以上な。 OK、 それだけ覚えとくわ。で、大連続狩猟はストック消費なしで討伐し続ける限りずっと続いていくっていう、まあストック上のストッカーゾーンみたいな感じ。ここでいかに大連続できるかだね。さあ、まずはイアンガルルガ、イアンガルルガは何かを威嚇してる。あのね、イアンガルルガが一番イビル城が乱入しやすいらしい。 7% くらいあったはず。ドン、何も起こんない。お、また威嚇してる、ワンチャンあるか、せーの、ぶっ壊しちゃうかもしれないね。ということで70ゲームになりました。もうすでに9ゲーム消化したから残り61ゲームで、特定の敵から乱入してくると剥ぎ取り時が確定したりするみたいなんだけど、イアンガルルカからは特にないわ。で、毒と睡眠にどうやら弱いらしい。で、このモラガラテアさんが攻撃してるじゃん、あのね、蓄積地通報が見れるらしいわ、そう書いてあるけど。ほい、お、麻痺も睡眠もあと少しだわ。うわ、いや、力つけまくるな、イビル城強い。いや、一人いなくなっちゃってる、タイミングが悪いな。ここで麻痺が解けなければ熱い。そうだよな。え、待って、今気づいたけど全然倒せなさそう。あと27ゲームで4本あるんだが、強レア薬とか引かないとかなり厳しいんじゃないか。はい、強チェリー、これでもまだ厳しいな。え、あと8ゲームで2本、うわ、頼む、これが揃えばなんとかなるぞ。うわー、よく揃えた。いや、でも厳しいか、あと3ゲームで1本ちょっと、もう頑張るしかない。大連続狩猟連続討伐ゼロと。じゃあ今の大連続狩猟忘れて改めてやっていきますか。恐ろしい目に遭っちゃったね。狩猟できないとはな。クソ、ボーナス2個だけかとかならわかるけど、うん、ゼロだからね。改めてね、うん、そうそうそう、でイビル城は強かったから。ダーボルガノス、仲間いねえや、大丈夫かこれ。おお、なんだなんだ、あ、米破壊か、びっくりした。早く毒にして、もう あと少しなのに、アヤに攻撃させて。アホくさ、438枚、こんなに戦ったのに1頭しか倒してない、モンハンが下手。でもここでレア薬を引けば引き戻す。はい、ほいほいほい、ずーっとなんとかなりそうだったのにね、ずーっといろいろ起こってた。神王が足を倒して大連続狩猟が出てきて、イアンガルルがかと思ったらイビル城が乱入して、ボルガノス戦で V 破壊もしてって、いろいろ起こった、いろいろ起こった。これあまりにもモンハン的性がない。
そう、クエスト本日初だね。でクエスト中はこの錬金ゲージってやつをたくさん貯めて倒しましょうっていう、そういうゲーム性。子役で上がるわ。黄色おーっと、こんなところでレア役を引いたんだったら確定でいいんじゃないか。エンターライズはそういうことそうだけどね。ダメ今の感じ絶対平気なやつだと思ったよ俺、びっくりしたわ。ああいうのってなんかこうプッシュ出ないでうわって倒れちゃうじゃん、昨今のパチスロって。実はああいうところに出る方が熱いみたいな、ありがちな気がしたけど、気のせいだったわ。さあどうだ、緑まで行ったね。鈍いちゃっていい、かなりやばそうだけど。うわ、普段ボタン出ないんだ。じゃあさっき本当にチャンスだったんじゃん。ダメでしたよと。おお、ダメじゃありませんでしたよと。242ゲーム持ち玉で来れました。持ち玉100枚ちょっとかな。 OK、赤7本日初じゃねえか。しかも調子じゃん。倒したらハギ取り G じゃなかったっけかな。行きましょう金レイヤー、いい加減ハギ取り G やるぞ。なんだよもう、全然うまいこといかんわ。後半のダメな部分ばっか出とる。なんとか緑まで持ってきました。ボタンはなしで OK。 190ゲーム追加投資しました。投資が全部で15,000円、追加投資といってもまあ1000円だけで済んだと。ただ問題はね、このモンスターを狩猟するのが今日あまりにも下手くそだから、これをなんとかしないと。また昇格するか。今回は陣王がボーナス。あと10ゲームで1本か。ちょっと厳しいよな、10ゲームで1本って。あとちょっと、あーこれは突破したら、あーギリギリだったわ。あー危ねー、久々に勝ったぞ。はい、ハギ取りチャンス、レア役引けばハギ取りチャンス継続。ボーナスでもう一丁。いいね、ストック2つ。お、ユーダ、これ高設定差だったよな。実際どんくらいの割合なんだろう。2% から 4%、 あんまり気にしなくていいかも。仲間はなしと。お、ナイス。ボルボロスは V 破壊できると大チャンス、ハギ取り G が出てくる。マジか、ほんと倒せないね。青7揃ってみろ、いつもと天敗ラインが違う。はい、上がらない。え、ユウさんずっとソロプレイしちゃってる。そんなにプレイスキル高くないくせに。ようやく4人集まったか。みんなベリオロス得意なやつ、なんとかなるかもな。よし、ようやくこれで倒しきれるだろうか。倒し、おお、よしよしよし、倒しきれるぞ。ここもいけるはず。よーし、あーギリギリだったな。遅いよ、ため攻撃やんの。ようやくモンスターを倒せるようになってきたぞ。いいね。そうだよな、無理そうだったから諦めたわ。はい、575枚、まだマイナス域だけど、言うて投資が690枚だから、本当にちょいマイナスまで戻した。こんなに下手くそなのに戦えてる。ご飯を食べてリフレッシュしてきました。近くに豚骨ラーメン屋さんがあって、そこ行ったんだけど、めちゃめちゃ本格的な豚骨ラーメン屋さんで、マジで臭かった。いや、うまかったんだけどね、ラーメンは。本格的な豚骨ラーメン屋さんからする匂いあるじゃん。お店の中入った時ちょっとだけ後悔したもんね。結果美味しかったんだけど。今だから俺とカメラマン豚骨ラーメン臭いかもしれん。あんな本格的な豚骨ラーメン屋さんがね、あると思わなかったんよ。近くにあるからって理由だけで行ったんだけどね。博多の人はあの匂いが美味しい匂いと感じてるのだろう。過去にもあんくらいくせえラーメン屋入ったことあるけど、豚骨ラーメン屋で。いや、まあラーメンは美味しいんだけどさ、あの匂いがな。店入るまで忘れてたもんな、豚骨ラーメンがくせえ食べ物だってこと。
やっぱこう全国各地行くからさ、その土地土地でラーメン食うわけよ。ラーメン屋ってどこにでもあるからさ。でもちろん豚骨ラーメンとかを食う時もあるんだけど、最近少ないよね、臭い豚骨ラーメン屋。だから忘れてた。それこそ最近円山の方に芝生で遠征行ってきたんだけど、ごちゃ盛りで帰りがさ、新宿で降りるわけさ。新宿で降りてどうしてもラーメン食いたいから芝生と2人でラーメン食いに行ったもんね。そんな身軽な格好してるわけじゃなくて、もうちゃんと遠征用の荷物を抱えた状態でラーメン食いに行った2人で。でその時に数年ぶりに俺とか芝生の音楽の先輩に連絡して、新宿で美味しいラーメン屋ないですかって聞いて、そこ食いに行った。その音楽の先輩がなずなさんって言うんだけど、めちゃめちゃ食に明るい人で、てかめっちゃ食べ歩きするの、特にラーメンなんだけど。でブログもやってるわけ。おそらくそのブログは全然有名じゃないんだけど、俺も芝生もなんならワロさんもみんな見てる。みんなナズナのブログ見てる。でそんくらいラーメン詳しい人だから、お久しぶりです、新宿駅近くでラーメン食いたいんですけど、なんかおすすめありませんかって唐突に聞いたわけ。みんなも聞かれたらさ、あーそこら辺だったらあれがおすすめだよとかあるじゃん。この人はブログ作るくらい食ってるから、ジャンルはって来た。まずジャンルから聞かれるっていう。芝生と話して家系と二郎系以外がいいかっつって、その候補を出したら6店舗来た。ちょっと待ってねーとかない、2分で来た。もう醤油ラーメンならここ、鶏白湯ならここ、つけ麺ならここ、塩ならここ、であと醤油でうまいのがもう1点あってここ、そしてコスパを重視するんだったらここがいいよと。2分だからね、おそらく Google より早い。でその中でおすすめされてるとこ行ったら、うまかったね、ルカバってところ、あえ玉ってやつがうまかったわ。ちなみにこれ教えてくれたナズラさんのブログは結構本当におすすめ、全部美味しそうだから。おい、え、もしかしてチャンスゾーン後一発目にレア役を引いたら確定するとか、そういうのがあるんですか。絶対これで通ったもんな。やりました365ゲーム、持ち玉です。持ち玉100枚くらいかな。最後まで諦めてはダメと、エンタのこういうところがいいんだよな。ディノバルドさんは3本か、 OK、 あと7ゲーム。俺もちょっと疑問に思ってた、そこ。ああもうみんなから無視されてる嫌われちゃってるわ。ああでもようやく眠った、一撃で頼む。いやーまあそんなもんだな、絶妙な体力。これで終わりなんじゃねえか。まだ OK。 こういう自力感は楽しいんだよな、ストレスと楽しさが紙一重すぎる。レア役は引けず、はい、上がらな。仲間は集めきれなかったね。うい、金レイヤー本日2回目。結構いいモンスターが出てきてるけどさ、ここ設定差ないのかな。パパッと調べた感じ、特にモンスターの出方に設定差があるとかは見なかったな。速攻で4人集めた、いいね。絶対この強撃みたいなやつの方がいい。はい、うい、強撃1本いけるよな、オッケー。かなり強いな今の、毎回やれや。いいね、5ゲーム継続だ。おい、今度こそ倒しそうだな。かつてないペースで削れてる。いや今回みんな強い、あと俺の引きもいい、俺も込みでみんな強い。いや絶対倒すわ。え、なんか今回異常に強い、なんでだろう。強撃で終わりだ。やりました、あまりにも強かったぞ。だって21ゲーム残したもん。てか U がちょっと強すぎた、まあ、何はともあれ剥ぎ取りチャンスゲット。今の剥ぎ取りチャンス G はレア役を引かなくても 50% で継続する。レア役いけばもちろん継続確定、楽しみだね。レア役は引けず、なんか今日ずっと下手だね。見どころのあるものを引いてるはずなんだけど、今日ずっと下手。1回くらい継続すりゃいいじゃんな。まあまあ7揃いだからいいか。V 破壊、 V 破壊はしたけどかなり厳しいな。 U があまりにもやる気ない、さっきあんなに強かったのに。うわ、あぶねえ。よし、眠れ眠れ眠れ、ハンマー、眠らせるだけでいいのに。お、ヒロシなら大丈夫、とどめさせてくれヒロシ。
北西411枚。まあモンハンらしいっちゃモンハンらしいけどね。これ苦手な人ほんと無理だろうな。でもこれでまたちょいマイナスまで戻したな。俺今日はね投資もそんな言ってないしちょいマイナスだから耐えられてるけど、これ俺4万とか入ったらもう今のなんかブチ切れちゃってると思う。もう打ってもしゃあないと思うわ。233ゲームパネルも1個も空いてないし、台探すかな。とりあえず見るか。台を探しながらカメラ回す感じめちゃめちゃパチスロ番組っぽいね。じゃあ1回見に行くか。見てねえし。1階のスマスロコーナー行きましょうね。スマートスロット、ああ想像以上に稼働高いな。俺はこのゴールデンウィーク中ずっと思ったけどね、ゴールデンウィークは朝抽選死んだら終わりだわ。この稼働だもん。パチンコ見に行く。あ、建物が違うんだよなパチンコね。ジョガってさあさあさあ、新エヴァフル稼働だね。本当にそんな釘なのか。いや空いてるけど、異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術は空いてるけども、いやーすごいな。何もうまいこといかんなみんな気づいてると思うけど帰るようんみんなうすうす気づいてるんじゃないかな、この映像が流れてるということはね、うん、俺が台を練り歩いてるところなんで映ってるんだから帰るよ。いや別に撃とうと思えば撃てましたよ。あの異世界魔術の奴隷賞みたいなやつ撃てますよ。別に撃とうと思えばね、うん、見たくないでしょ異世界魔術の奴隷賞のパチンコ、ね、ここね車道だからね。ということで本日投資が3万3000円かな、そして回収が0枚と、はい、モンハンアイスボーンはね面白そうな台だったわ。で俺思い出したんだけど、初打ちした時もこんな感じの目にあって、いやー面白そうな台だったんだけどなって終わったから、うん、何も学んでない。そんなモンハンアイスボーンの感想言われてもね、お前いつの台の話してんだっていうね皆さんこれがゴールデンウィークですよ。あ、昨日もね俺ペルソナ5打ったから、2024年のゴールデンウィークに。じゃあこの後は店内状況なんだけど、まあ、さっきね店内を練り歩いてる感じ、セブンズ TV らしからぬパチスロ動画っぽい演出だったと思うけど、この後の店内状況もその方式でいくわ。今回俺がもうこの台いいじゃんって言ったら、もうカメラがペッってやる感じにするわ。うん、だからこっからパチスロ番組になる。アイスボーン打ってる最中まではずっとセブンズ TV だったけど、アイスボーン打ってからだから今この瞬間も結構パチスロ番組のテンションで撮ってるわ。ここでもうあの暗転とかしない、このまま行くから。じゃあ行きましょうね。一体ね、おーっと、もう何もうまくいかないけど行きましょうさあね、リッチランドスロット店さんの店内状況です。まあ、1階2階フロアと分かれて、まずはスマートスロットの店内状況いきましょうか。まずはからくりサーカスから見ちゃおうかな。この台なんかいい感じですね。まああとこの台もいい感じなんじゃないかな。まあね、からくりサーカスは打ってる人しか分からんから設定。次行こう。でこじえばはね、もうこちらの台が持ち玉5100枚あるわ。うん、そんな感じ。じゃあみんなの大好きな北斗見ていきますか。この台すごい、6800枚。この台も初当たり良さそう。初当たり14回、あと隣の台もそう、初当たり13回。でモンキーターンはこの台が持ち玉6000枚超えと、天然がこの台が最大3100枚。いや当たってるとね台の情報がわからないんだよな。ちょっとね、天然はあまりにも情報がわからなかった。結構当たってる人が多かった。で、あと、まあ設定かわかんないけども、とにかくね、人は入れ替わりまくってるっぽいわ。あと、このストライクウィッチーズが、本日最大4600枚。バルブレイブはここが最大5000枚で、隣が最大8000枚だけど、人変わってるね。で、この台が最大5500枚で、この台が最大1万1900枚、あとこの台が持ち玉7000枚、あとこの乙女が最大5300枚、あとこの乙女が最大5600枚と、であとこの乙女が最大3800枚で、ガルパンはもうみんな当たってるから分かんない、分かんねえや。まあでも持ち玉は皆さんない感じかな。で番情報がこちらの台が3200枚、
まあ、1階のスマスロはこんな感じと。で、2階、筋肉マンは5900枚。鏡はこの台がなんか良さげ、2900枚。で、マジハロ TOT が4箱。あとこのディスクアップが今日3900枚出てるわ。で、この新花火が勝ち盛り3箱、110分の1、24の14。で、カバネリはこの台が2600枚。で、あと隣が別積み中、隣結構出てそう。ちょっとグラフは分かんないですけど、あとこのカバネリが別積み最大3700枚と。でこの別積みがこの台だね、永遠の消防隊4800枚。もうこの台がまあさすがに合算いいでしょう。30の12で113分の1ファンキーで、このゴージャグが20の12で116分の1、隣も16の20で123分の1、あとはこの台が18の19で120分の1、隣が16の18で124分の1で、ここが26の16でおそらく113分の1とかだと思うわ。惜しい、110分の1。ジャグラーガールがこの台が21の16で108分の1、隣が24の21で97分の1。そんなもんかな。ああ、さあということでね、店内状況も無事終わりましたと。店内状況に関してはですね、ゴールデンウィークだなって感じでした。ということでね、そんな突如パチスロ番組へと変貌したセブンズ TV 最新スケジュールはこちら、よろしくお願いします。ステッカーもお配りしております、ぜひもらいに来てください。ということでいかがだったでしょうか、勝ちに貪欲な立ち回り。あ、僕東京のパチプロって一応自称してるんですけども、東京のパチプロの、ま、姿見せられたんじゃないかなと。普段はポン大移動ってなってるところの、この裏側は実はこういう風にちゃんと立ち回ってるんですよと、うん、そういうところを見せられたんじゃないかなと。まあセブンズ TV の普段通りの動画であったり、こういうねガチ系パチスロ番組も期待してる方はね、ぜひチャンネル登録をして、またいつ現れるか分かりませんから、同業のパチプロがそちらの動画をお楽しみに。そしてなんかお前ごまかそうとしてるけどクソ買いだよねって思ったそこの察しのいい方は高評価の方をよろしくお願いします。ということでまたセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。さよなら。